はい、2024年10月の21日の動画です。小松純也です。本日の動画のテーマは、なんでループそんなに叩かれてんのっていうお話をする前に、宣伝です。こちらの概要欄の URL から、私に、投げ銭ができる、仕組みを作りましたので、お金に余裕のある方はぜひぜひ、投げ銭してください。で、なんか月額いくらずつ払うみたいな、そのファンクラブ的なやつもあって、ライブに来た時の特典とかがあるみたいなので、ぜひ、そちらの方もライブに来ようかなって方は、ぜひ、ご登録いただければと思います。というわけで、ループの話なんですけど、まずなんだっけ、天下り、元警視総監がループのなんかお偉いさんになったっていう話をしてて、天下りって騒がれてるんだけど、天下りの何が悪いんですかね。違法だったらともかく、そういうね、関係官庁にいた方、そこの責任者だった方は、そこにやっぱり、ネットワークとかあるわけだし、仕組みとかに詳しいわけだから、ブレインとして招くのは全然至極当然のことだと思うんですけど、あれ何なのかな、自分ができないからみんな、嫉妬して、文句言ってんのかな。なんかでも、その天下りがそんな悪いと思わないです。で、ループはその革新的なシステムや技術を持たなくて、コネクションだけで大きくなりましたっていう話をしてるけど、あれ結構革新的な技術使ってますよね。 GPS でなんかその場所を決めてね、その決まった場所だったらどこで借りてもどこでも返せるってすごく便利だから、私もよく利用するんですけど、であれですよね、でみんなループ叩いてるけど、あれですよね、そのループのマナーの悪いユーザーが多いのが結局問題なわけですよね。まあ、例えばこの間もお話ししてたけど、その、ヘルメット、義務化、義務努力化、努力義務化っていうことで、あ、じゃあヘルメットも一緒に貸せばいいじゃんね。なんだっけ、アルコールのその消毒するやつかなんかね、置いといて、でそれでシュッとして拭けるようにしといて、で拭けるやつもゴミ箱がなんか設置しといて、そこに捨てたらいいようにしときゃいいよね。ね、でやればいいじゃんね。でもそういう風にループさんもやればその文句減るかなと思うけど、まあ、とりあえずマナー悪いよね。なんか私は自分でもキックボード持ってて、で自分のキックボードでもいろいろ毎日ね通勤に使ったりとかしてるんで、便利だと思うんだけど、街歩いててもなんかその歩道を思いっきりやってたりとか、人いるんで、結局ルールを守らないユーザーが悪いわけで、ループなんも悪くないと思うんですよ。なんでなんかそのね、税金高いから生活保護叩いたり、人身事故で電車が遅れたら、飛び込んだ人を叩いたり、なんかちょっと強い者には媚びへつらい、弱い者にだけいつも偉そうにしてる、日本人らしさが、そこに出てると思いますけど、ループは何も悪くないと思います。ループを利用している、行儀の悪いユーザーが悪いと思いますね。だから特になんかネトウヨの人がそうやってループ叩いてるの多い、外資だからかな、まあ、多い気がするんだけど、結局あれですよね、日本人全体の民度が下がってることが問題ですよね。ちゃんと現実に目を向けちゃんと現実に目を向けましょうということで、本日もご視聴ありがとうございました。